はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらホンダステップワゴンモデュロ X です。はい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 、今日もやってまいりました。今日もですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。ホンダステップワゴンモデュロ X というわけで、こちらの車、448万8000円しますね。いや、見ないですよね、ステップワゴンのモデュール X。たまにね、見かけることはあるんですが、ほとんど走ってないですよね。すごいね、やっぱ希少な車だなと思いますね。さっきね、このベゼルのモデュール X 乗ってきたんですけど、かなりね、直進安定性っていうか、しっかりした乗り味になってましたね。ちなみにこちらね、346万円なんですよね。で、ステップワゴンはね、さらに高くて448万8千と。いやー、すごい高級車ですよね。アコードが買えちゃうぐらいの高級車。まあでもね、近くで見るとすごいね、仕上がりがいいなと思うんですね。そのフォグランプと一体化したこのフロントマスクがね、大人びたデザインだなと思いますね。で、ただかっこいいだけじゃなくてね、空力も考えられております。ほら、これ下にね、ポッチがついてるでしょ。これで、下のね、空気の乱気流を調整してるということですよね。横から見たらこんな感じです。いや、ステップワゴンってね、やっぱ大きいですよね。こう、リアがね、特徴的ですよね。で、こう、ほら、切り替えたようなデザインで、結構ね、デザインされてるんですよね。シンプルなようで。専用アルミホイールですね。これね、すごい綺麗なんですよ。黒なんですけど、こう、メタリックで、なんか不思議な感じ。ツヤっとしてる。で、これね、モデュール X の専用サスペンション。こいつがいい仕事してくれます。後ろから見たらこんな感じです。いやー、結構ね、ゴテゴテしてますよね。このほら、なんかおしゃれな、センスのある髪型みたいな感じですよね。芸術家によくあるような髪型、アシンメトリーっていうんですかね。左右がバラバラのデザインです。こんな感じです。下回り、もっとそこ見てみよう。リアのショックアブソーバー見えますね。赤いスプリングも見えます。で、モデュール X のね、エンブレムにこれですよ。EHEV。2モーター式にね、なりましたね。やっぱね、モーターが主体で動くハイブリッドカーということで、まあ乗り味もね、だいぶ変わってきそうですよね。で、これほら、ワクワクゲート。後ろから乗り降りができるというものなんですね。ちゃんとね、ほら、内側にもロックボタンがここにあるんです。ちなみに、この辺は、これダミーですね。ダミーエアダクト。デザインだけです。ではね、内装の方見てみましょう。はい、では、お邪魔しますと。内装の方はね、こんな感じです。いや、広いわ。あ、モデュール X のシート。これね、乗った感じね、モデル X のシートだったんみたいな感じです。普通のタイプとそんなに変わらんかな。ちょっととりあえず暑いんでエンジンをかけさせてもらいます。おー、すごい。モデル X って出る。なんかね、やっぱこうインパネが広いなという感じですね。大きい車に乗ってるなという感じがします。っていうか、これめっちゃ大きない。これ何インチこれ。このウィンカーの先っちょにあるこれ押すとね、車真上から見れるの。ステップワゴンってね、結構ほら、こういうところに収納があったりとか、旅行するのにはすごい最適な車だなと思いますね。ほら、ウォークスルーでね、室内歩けます。操作系はね、ここにまとまってて、ボタン式でね、すごい操作しやすい感じですね。シートヒーターも完備、何でもついとるな。で、最新のね、ホンダセンシングも完備と。あ、シフトレバーがここにあるので、結構この辺スッキリしてますね。あ、EV ボタン、こんなとこにあるんか。EHEV なんでね、ほとんど電気自動車みたいな感じで走れます。あ、改めて乗ると、面白い、こんなトレーとか。あ、ドリンクホルダー。使い勝手良さそう。ここもすごい広いの。奥様向けかな。カバンパッと置けますね。もちろんね、USB 完備。わ、広いわ。こういう肘置き、ちゃんと出てきます。
これがいいんよね、これ。この穴1個で良かったような気もするけど。で、これね、ほら、プライベート空間が、これでより、ほら、室内が見えないようになります。日差しよけにもなるのかな。シートね、結構可動域が広いんですよね。目いっぱい前まで行きました。あのバネがね、結構強くて、ぐーんと行きました。はい、今3列目です。3列目シート。これね、大人3人はさすがにしんどいかもしれんけど、私ね、身長183センチある、結構大きめなんですけど、これね、結構後ろ気味で、それでも拳1個入るんですよね。で、さらにシート下げると、こんな巨大なスペースが。あ、ちゃんと後ろにもドリンクホルダーがあるんか。電源。これ USB にしてほしかったな。これめっちゃおもろいんですよ。ほら、こうして、こう、うわぁ、吸い込まれるんよ。めっちゃおもろいやろ、これ。これをパタンと倒すと。こんな感じで、室内に後ろから乗り降りができまーす。移動しやすい。今ね、これ2列目シートに座ってます。上ね、後ろの座席からも、ほら、モードとか変えれるんですよね。空調を変えれます。温度設定も変えれます。これね、ほら、スポットライトがついてるんですよね。ちょっと今音出してないですけど。これね、オーディオのオンオフがついてます。では、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。ご報告によーし、ハンダーステッパーゴンモデュード X だということで、これね、今乗った第一印象、いやすごいね、でかい車に乗ってるのと、すごいスムーズに走る車だなと思います。EHEV ということで、今、EV 走行で走っております。EV ボタンね、押してるわけじゃないんですが、基本ね、電気で走っております。で、こちらはモデュロ X の専用サスペンションと、空力のね、いいボディがついてるということで、今走りの方ね、すごい低速なんですが、今30キロぐらいです。それで今感じたのは、足回りね、まあ確かに少し路面をね、拾うような感じではあるんですが、ミニバンらしいね、ちょっとふわっとした乗り加減でもあるなという感じですね。これがね、ちょっとまたスピードが出てくるとだいぶ違うと思うんですが、今ね、渋滞なんでね、そうそう、これ渋滞の間、試したいことが、はい、ACC セットしました。今、前の車が進みました。その車にね、引っ張っていくように、ついていきますね。いや、これね、ブレーキもね、調整してくれますよね。今、ゆっくりね、前の車についていってくれております。で、ブレーキ今かかりました。今、これ足をね、ブレーキのところに添えておりました。基本的にはドライバーが、運転するように、いつでも、操作ができるようにしてくださいね。やっぱね、ステップワゴンってね、どんどん値段がね、上がっていってるんですけど、今やっぱ乗った感じね、さすが、やっぱ値段だけはあるなという感じがしましたね。このハンドルはこれ、そうか、モデル X 専用のハンドルですよね。なんかね、結構ね、スポーティーで、この革張りなんですけど、このボコボコした手触り、それがね、剣にね、結構こう、クッとね、フォールディングのいい感じで吸い付きますね。で、このナビがでかくてすごい見やすい、先進的な、車に乗ってるなという感じがしますね。で、今ほらこれ前の車がスタートしたら勝手に。すごいなぁ。もう未来カーに乗ってるかなという感じがしますね。で、今これ思ったのがね、これボンネットがね、結構左右、こうクックッとね、こうハの字にね、上に上がってるんですよね。逆ハの字というか、結構ね、この両サイドがね、それで見やすいんですよね。渋滞情報もね、これナビで大きく出るんで、これ今左に曲がっても前に行っても渋滞してるよという感じですね。これ花園ラグビー場がまっすぐとあるんですね。はい、ちょっと前が空いてきましたので踏んでみようと思います。あー、すごいモーターのね、スーッという音が聞こえてきました。これ疑似音が鳴ってるのかな。わあ、
すごい。あ、なんか未来カーに乗ってるって感じがする。結構な加速したよ今。やっぱこの足回り、やっぱスピードを出しても結構ね食らいついてくれるんですよね。さっき乗ったねベゼルのモデル X はもっとねもうちょっとガチッとした感じでしたわ。で、このステップワゴンの、モデル X はまだねまだそこまでガチガチではないっていう感じですね。やっぱ車によってねだいぶ個性が変わってくるんだなという感じがしますね。いや、448万の車ですよ。ちょっとね、今から走りを、その辺の走りをね、試してみようと思います。おー。うわー、すごいね、これ。すごい、ツイーンっていう音が。はい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 。多少ロールいたします。ですが、このミニバンのねこのボディをしっかり支えてやってるんだなと、おそらくねこれ後部座席とか助手席にね乗る方のことを思ってこのサスペンションの設定とかこの乗り味ねそれねだいぶ気を使ってるような感じがしますね。ちょっと普通のステップワゴンと乗り比べてないんでわからないんですが、おそらくそれに比べるとねだいぶ乗り味は固めなのかなとは思いますが、さっきのベゼルの、モデル X に比べるとだいぶねだいぶ柔らかい感じがします。まあでもなんかやっぱ静かやわ。さっきもね思ったんですけど風切り音っていうのがねほとんど入ってこないですね。そう、これ音もなくねスーッと走るんでねすごいやっぱね未来カーに乗ってるなという印象の方が今は強いですね。スポーツカー、まあ、スポーツカーというよりはすごい先進的な車に乗ってるんだなという感じがします。はい、いかがでしたかね。希少な、ステップワゴンのモデル X、こちらの車はね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで、試乗の方ができますので、必ず、電話か、ウェブで、予約してきてくださいね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、ステップワゴンモデル X でした。じゃあね、バイシュー。